皆さんこんにちは、リグレです。今日はね、磯場の方にやってきました。レギングやっていきたいと思います。初めて入るポイントなんですけど、漢字的には磯があって、オキテトラ、磯、ジーソがあって、テトラがあってって感じですね。浅場っすね。水深2メートルから4メートルぐらいのポイントですね。このワンドになってるところ、ここをね攻めてみたいと思います。使用するエギはダートマスターの3号ですね。はい、ダートルなし。活性いいイカがいればね、早いとは思うんですけど、霜りがねいい感じで入ってますね。イカが好みそうなポイントですね。入れば早いとは思うんですけど、そういえば昨日久しぶりにオフショア行ってきたんですよ。太刀王ジギング、毎年やってるんですけどね、シーズンもんなんで、すごい楽しかったな、久しぶり。やっぱり気持ちいいっすね。何も障害物がない状態でしゃくりまくるっていう。トータル船で80本ぐらいかな、多分僕は12、3本上がりましたね。いや面白かった。冬場なんかはね、あのおかっぱりからボン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 釣れるんですけど、この時期ならではの釣りなんでね、八王子ギングはすごい楽しかったっすね。あーレッドストライプいましたね。中層あたりですね。この磯際っすね。磯際、ボトムまで沈めずに、おー風高い、真っ黒ですね。400ぐらいか。はい、取れましたよ。ダートマスター3号ですね。ありがとう、ありがとう、ありがとう。はい、マー君登場でございます。どうも、来ましたよ来ましたよ。三重イカがいたんですよ。そこの方に入っていったんですよ。釣り取ってやろうね、これにね。よっしゃー、はい、そしたら釣っていきましょうかね。なんかその辺にちらほら見え、あ、サングラス忘れでした。アホバイね。メガキャスト、いや飛ぶな、めちゃくちゃ飛ぶ。マグキャスト、あーちっちゃいイカが、ちっちゃい、ちっちゃいイカじゃない、ゴミ。はい、ポイント移動してきました。テトラポイントっすね。釣りたいね、釣りたい、お願いします。背がねいっぱい入ってて、その際ですね、際を狙って、いましたね。ちっちゃい新子ちゃんですね。来ました。最初釣れたイカのエギと一緒ですね。おー来てます、来てます。ちょっとね、あの移動が大変なんで。お、撮ってますね。写真バトル撮って。エギはですね、ダートマスターの3号、赤テープかな、ケイムラ、レッドケイムラだったかな。根がかりしないようにね、ボトムまで落とさず、表層から中層あたりをね狙って。はい、2杯目。元気がいい、しんこちゃん。来てます、マー君来てます。ファイト中でございます。写真撮影しております。
浅場ですけどね、 3.55 ラトルタイプダートマスターのモンスターマスター、今ずっと3号使ってたんですけど、ホールの姿勢に変わるタイミングが多分 3.55 早いと思うんですよね。その緩急で反応してこないかなと思って今 3.55 に変えました。リスキーはリスキーなんですよね、やっぱりね。ですけど何かのタイミングでやっぱりイカもスイッチが入ると思うんで、ひもりの奥の際ですね、ついてきてますね。反応ありましたね、やっぱり。ダートも速いし、ホールも速い。来ましたね。あー、モニかかってる。シンコちゃんか。3.55 ですね。はい。いや、今日ねカメラもね、まさかこうマー君参戦すると思わなかったんで、はい、GoPro しか用意してなかったんですよ。すいません皆様。とんでもない。申し訳ないです。とんでもない。今日は活性が高かったですね。嬉しかったー、面白かったー。今回イカ同士で遊ぶんですよ。お、そうなの。遊ぶんですよ。え、ちょっと。何？こう。遊ぶんですよ、イカが。あ、そうなんですか。もう4人ぐらいで。へえ。すごい面白かったじゃん、うち。何回もしますね。気に入ってますね。はい、すごく面白かったです。ああ、よかったですね、うん。釣れましたよね。釣れましたね。まあ、ちっちゃかったけどね。うん、まあ、でも、まあ、遊んでもらいました。はい。はい。赤ちゃんも釣り上げて、ババーイ。ババーイ。返しても水に。ね。まあ、オールリリースということで。楽しかった。楽しかった。チャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん、ご視聴ありがとうございました。またね。